今日の台所錦市場でお買い物プロのおすすめ。今回は、私も大変お世話になっている八百屋さんです、山急商店さんです。いっぱい美味しそうなお野菜が並んでいます。お話を伺いますのは奥様の山内恵子さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそどうも。だいぶ寒くなりましたけども、はい、そうですね、やっぱり冬になると美味しいものいっぱいありますね。はい、冬野菜がたくさん出てきました。はい、やっぱり12月になると寒くなると、甘みも増して美味しくなるんでしょうか。そうですね、やっぱり寒くなったら寒暖の差も ね大きくなりますし、はい、美味しく大きくなりますね。本当ですね。はい、さあ、はい、早速お話伺いたいんですが、はい、この真ん中にドーンと並んでいるのが、京野菜の一つ、聖護院かぶら、そして聖護院大根、はい、美味しそうです ね柔らかくて美味しいですよ。はい、これそれぞれ調理方法違うと思うんですけども、はいはい、まずかぶらの方から、はい、聖護院かぶらは主に千枚漬け、千枚漬け、はい、今日の漬物のトップの、ね、有名な千枚漬けになります。はい、そうですか。お家で調理するとしたらやはりお漬物でしょうか。お漬物も簡単にね、もう4つ割ぐらいにして簡単に甘酢で漬けてもらったりとか、それからまあ普通に高張る人もあります。あ、そうですか。はい、炊いても美味しいです。柔らかいですからね。でもあんまり炊きすぎるとトロ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 になってしまいます。そうですね、はい、トロトロになってしまいますから。聖護院大根はどうでしょうか。もうおでんとかやっぱり煮炊き物が多いですね。そうですか。はい、はい、お揚げさんと炊いたりとかね。いや、美味しそう。はい、はい、皮を分厚めに剥いた方がいいよというのがかぶらでしたっけ。はい、かぶらです。そうですか。はい、結構筋があるという。そうそう、皮と身の間に繊維がぐるっと、ま、取り囲んでるんですね。はい、でその繊維をやっぱり取ってもらわないと。惜しまずに取ると。はい、はい、歯にちょっと触りますから。本当ですね、はい、結構硬いですよね。食感がね、悪くなります。はい、ご注意ください。はいはい、さあ、そして最後にエビ芋ですね。これも京、はい、野菜なんですけども、はい、まあ、ちょっと高級品ということになりますが、はいはいはい、これは煮炊きすると美味しいですよね。美味しいですよね。はい、京都で有名な芋棒っていう料理になります。はい、棒だらと一緒に炊いて ね、はい、京都の冬ならではのお料理、はい、最後にご紹介いただきました。ありがとうございました。どうも。ありがとうございます。